ガノン使っていきましょう。真の強者、これをいくね。ガノン相当でかいんだけども、ヒノックスの方がでかいか。あ、まあそうか、ガノンの方がでかそうな感じだけどね。若干プレイヤーとしてはちっちゃめに作ってあるのかな。まあそうなんだろうね。でこのねガノンがね、いいところ悪いところあるんだよな。でかくっておっと、リーチが長いっていうのはいいんだけども、あとダメだった。リーチは長いんだけど、ちっちゃな敵、まあ、特にモリブリンとかボコブリンとか特にだよ、あの辺と戦う時が見えないのよ敵が。だからどんな攻撃をしてきてるのかっていうのがわからないから、ラッシュが取りにくい。それがねちょっと問題点かな。このガチロックよりね、もうちょっと大きめだったら上のね石のところまで攻撃が届いていい感じだったんだろうけど、違うんだな。全然ガノンの方がちっちゃいんだ。よし、でもまあ普通のキャラよりは上のね弱点のところに攻撃が当たりやすいかな。じゃあそろそろガチロック終わり。まだ俺のガノンは攻撃力が低いのよ。武器がそんなに強くないから、これ武器がねむちゃくちゃ強くなれば相当化けるよ、まあまあラスボスだからね、そりゃ強いわ。よし、おしまい。残りライネルです。基本どの攻撃でも強いよね。あっと、しこのセンサー技がどれも全部強いっていうのは魅力的だね。センサー技強いはかなり魅力的。結構ね使いにくいセンサー技のやつとかいるけど、ガノンは全部使いやすい。お、たまった。薬剤モードいきます。おっとおっとおっと、薬剤モード、薬剤モードの時は何もせずに敵のゲージをゴリゴリ削っていけるのですごく強くなる。よし、でスーパーアーマーもつくからどんどん攻撃していって OK。 よし、そろそろ必殺技もたまるな。イエイ、必殺技、おたまった、いきます。必殺技がね、なんかこのねブラッディームーンの世界とマッチしてどれがどれなのかよくわかんないんだな。はい、それでは今日は薬剤ガノンのモーション集をやってみました。チャンネル登録、高評価を押してもらうととても喜びます。それではご視聴ありがとうございました。